試合何回も見て、お前起こされてるからダメだって言って、はい、それが本当にうまくはまったと思います。ああ、はい、なるほど。さあ、井上尚弥選手はその、はい、序盤からの戦いを見ての、はい、そのテクニカルな部分ってのはどんなふうに感じましたか？まあ、やっぱりあの村さんは頭がいいんで、あのその9ヶ月前の戦いとは変えてくるだろうなっていうのもすごく思ってましたし、うん、まあ、その通りの試合をもう今日本当に感動しました。うん、はい、やっぱり変えなくてはいけないという村さん、その辺はありましたか？そうですね、はい、あの同じ試合するんだったら現役復帰しない方がいいと思ってたんで、まあ、そうならなくてよかったです、はい、うん、やっぱり一度は引退というものも、いや、もちろんです。あの試合でやって、それより何よりモチベーションがどうしても上げにくい時期が続いてたので、あの、まあ、負けるっていいことではないんですけど、結果としてたまに人生にとっていいこともあるなというふうに思ってます。うん、田中さん、あの本当に両巨頭がここにいらっしゃるのであれですけど、やっぱり井上さん、圧倒的なその驚異的な驚きを与えてくれる。村田選手はやっぱりいろいろ世界最初の挑戦で負けたり、いろんな人生の機微を通した深みのあるこうちょっと涙の混じった感動をくれるんですよね。今日それを痛感して、なんかもうなんかよくわかんないようだな。はい、本当に嬉しいな。こんなになる香川さんも珍しい。久しぶりだな、嬉しいな。何かね、久しぶりにそのボクシングのその良さみたいなものもね、面白さ、そして感動さ